あったロトのかがり火、これでみんなの気持ち一つになる。本当にここんでかっ、結構でかいな、ギョエこれは素晴らしい。あ、ロトの紋章入ってんな。でもこれこそわしが思い描いたロトのかがり火、皆のもの見るがよい。はしゃいじゃって王様。雪が溶けた。そう、雪ずっと邪魔だったんだよ。これいつどうにかなるんだろうって思ってたんだけどさ。あー、 BGM 変わった、かっこいい。うわー、これが城内に降り積もっていた雪が溶けました。これもロトのかがり火の力なんですね。その通り、このかがり火があればもう城内に雪が積もることはあるまい。助かるわー、ずっと邪魔だったわ雪積もんの。それに不思議と力がみなぎってくる。体中から闘志が湧いてくるようじゃ。これならあの強大なハーゴン軍にも勝てるかもしれませんね。アネッサ、アネッサどこだ。お前も教えを捨てろ。ああ、戦いを続けるんじゃない、勝つんだハーゴン軍に。リックの言う通りじゃ、ムーンブルクに課せられた戦いの宿命を断ち、この戦いを終わらせようぞ。いや、でもハーゴン軍の手口忘れんなよ。一番勢いがあるところで落としに来るからね。そろそろかな、そういうの。よし、やるぞ皆の者、これからの目標は打倒ハーゴン軍である。スパイいるんでしょこの中に。しかもこれはそろそろやられる気配するよ。よくやってくれたな、ウスだ。これで皆の心が一つになった。これからハーゴン軍の撃破こそ目的だ。アネッサはどう思ってるかな。だがロトのかがり火はまだ完成はしておらん。完成には王家の紋章が必要となろう。紋章、実は何代も前の王の時代の話だが、由緒ある王家の紋章がハーゴン軍に奪われたんだ。トロルが率いて おったのはハーゴン軍の先兵部隊に過ぎん。強大な敵はまだまだ残っておる。こっちの武器ももっと強くしていかないとな。いつの日かこの地の総督を倒し、王家の紋章をかがり火に掲げればこの地に平和が戻った証となろう。じゃあそれは一番最後か。ムーンブルクの全ての敵を倒し、王家の紋章を取り戻す。その日までどうか共に戦ってくれ。ああ、でも目標がはっきりした感あるね。さて、そうと決まればちゃんとピントがあった感ある。今日のところは寝るとしよう。せいてはことを仕損じる。本格的な戦いは明日からだ。あれ、なんか嫌な予感すんな。ここで寝ましょうって。朝起きたらスパイになんかされてるみたいな。もしも眠れるのなら、わし自らムーンブルク王家の歴史を枕元で延々と語ってもよいのだぞ。え、本当？お願いしていい？あ、もう強制的に暗転した。いや、これ良くないこと起こるじゃん。クフフ、ロトのかがり火か。なかなかおぞましいものを作ったな。朝起きたらかがり火が壊れてるみたいなことない？これスパイだな、この声。しかしこの世界は所詮偽り、勝っても負けてもいずれ滅びる運命だ。だが教団の手先となれば仲間として滅びの日から救ってやろう。どうだ、悪い話ではあるまい。誰が誰に問いかけてん。え、はい、悪魔神官様のご命令の通りに、自分の信念に従って。え、信念、アネッサ。さっきの声は悪魔神官の声だったんだ。この声がアネッサ、自分の信念に従って。逆に嘘くせえ。露骨すぎて違うやつなんじゃないの。クフフ、よく言った。では城内に恐怖と疑心を広めよう。そしてビルダーたちの力を抑え込むのだ。逆にミスリード感があるというか、いや、変にその裏を考えちゃうとこもあるんだけど、俺が勝手に深読みというか、どっちだろうな。勝つことは許さず、負ける戦いを永遠に繰り返すか。ここが禁断の島っていうのもうなずけるな。それにしてもこの島のやつらやけに信念信念うるせえな。一体何だってんだ。指導にはないのか信念。あ、でもかがり火は無事だったね。ん、そういうものを掲げなきゃ戦争なんてやってられないだと。うわ、ちょっと深いこと言った。笑顔張り付いてるくせに。
お前いつになくそれっぽいこと言うじゃないか。ちょっとイラッとしたぜ。スライムバリに笑顔張り付いてるくせに、信念ってのは俺にはわからない。だがさ、俺はお前を信じてるぜ。アネッサとかに悪態ついたりはしてるけど、ちゃんとビルダーのことは信じてくれてんだな。よかった。なんかそのすごい指導がグレちゃうなんか前兆みたいなの散々あったからさ、もう今も言ってる。昨日の戦いでもそうだったが、最近俺は自分の中に得体の知れない大きな力を感じる。お前ルルと3人で出所祝いをやった時、俺が言ったこと覚えてるか？俺が何かあったらお前がぶん殴ってくれみたいな。俺に何かあったらお前が俺を思いっきりぶん殴って目を覚まさせてくれ。ははは、俺が信じてやるんだ。俺をがっかりさせるようなことするなよな。こっちのセリフだけどね、割と。わはは、牛田指導、そなたたちは本当に仲が良いな。いやー、指導ぐれちゃうよ。前兆がずっとある。そしてやはりそなたたちはこの地の人間とは少し違うようだ。わしはあのビルダーの鐘を聞き、多くのことを思い出し、そして知ってしまった。良いことも悪いこともな。デインバリアのことも思い出してくれたしね。そなたたちはこのムーンブルクで大いなる謎に触れるかもしれん。わしにも分からぬこの世界の秘密にな。大いなる謎、世界の秘密。おいヒゲ、それはどういうことだ。王ですよ。おいヒゲ、どういうことだ。ヒゲ、このムーンブルク王を捕まえて。でもこの王は最初無能かと思ったけど、意外といい王様なんだな。割となんか信用度高いわ。この人が裏切り者だとはあんまり考えたくないな。それ言ったらみんなそうなんだけど。おいさ、あっちから人の声が聞こえるぜ。聞こえるぞ。人の声？うさ、行ってみようぜ。うわ、さっきからずっと言ってるけど、何か良くないことが起こりそうな気がしてならない。誰がスパイラー？ちょっとみんなに話しかけてみようかな。負ける戦いを繰り返してきたわしらがまさかハーゴン軍に勝てるとは。まあでもストレートに怪しいのはアネッサだもんね。アネッサなんか言うかな今。違う。指導め、敵を挑発しておびき出すなど勝手なことを。いやまあでもやっぱ普通にストレートに考えたら一番怪しいのはアネッサだよね。ちょっと深読みもしてしまうけどさ。じゃがいも取っとこう。食料に困らなくなったとはいえ、ちゃんと取っておこう。で、生き倒れてる人無事か？リックも来たの。あれがムーンペタの兵士では。ムーンペタっていうのがドラクエ2に出てくる町だったかな。ごめん、俺もうろ覚えだけど、ムーンブルク城はすでに滅ぼされてて、ドラゴンクエスト2のストーリーでは。で、ムーンブルクの近くのムーンペタっていう町でムーンブルクの王女に出会う感じだったかな。ムーンペタがハーゴン軍に、この地にも強大な敵が迫っています。どうかご対策を。イオ系の呪文だな、あの爆発。かわいそう。これはおい、旦那どこ狙ってやがんだよ。自慢のイオナズンが外れちまったぜ。うわ、なにこれ、バズズ。だから言っただろ、俺様にやらせろって。次は俺様の番だからな。人間ども、貴様が我が十万兵団の獲物としてじわじわと追い詰めて、なぶり殺しにしてやる。バズズじゃなくてシルバーデビルかな、さっきので。これがスターキメラ。すぐに死なる手は面白くありません。ムーンベターは歯向かってくるものも少なく退屈していますからね。せめて我が飛行兵団に全身をついばまれて屍になるまで生き残っていただかないと。うわ、悪デーモン。いや待て待て、我がデーモン兵団の恐怖を感じることなく、あっさり死んでもらってはつまらんぞ。こいつらそれぞれがさっき倒したトロルと同格ぐらいの感じなのかな、ポジション的には。ムーンペタを破壊しきった後は、このムーンブルクを焼き尽くしてやるわ。
さっきのトロルが四天王の中でも最弱みたいな感じだったのかな。ガハハビラよ、せいぜいわら三兵団を楽しませてくれ。あ、でもさっきのトロル数に数えられてねえわ、そもそも。うわ、全員呪文が得意なタイプだ。うわー、ジローム、おい、何だったんだあいつ。え、ジローム平気。あ、普通に立ち上がった。あぶねえ、今ジロームやられたのかと思った。ハーゴン三兵団、噂には聞いておったが、ついに動き出しおったか。知っているのかジローム。三兵団だか何だか知らないが、どうしていなくなったんだ。一気に攻めてくればいいじゃないか。そもそもこのムーンブルクはハーゴン軍の破壊の欲求を満たす場所。やつらは遊んでおるのよ。言っただろ、戦争こそ破壊の極致なのだ。勝つことも負けることも許されないと。ちっ、ふざけやがって。そんなもの俺が破壊してくれ、シドア。ん、破壊の神よ。あ、ここで来る。うわ、ちょっと別れることになりそうだな。いよいよ、うぐ、ずっと言ってはいるけど。良い考えです。ここはあなたが動くべき時。こいつ誰なんだよ。ハーゴンかな。今はものづくりより破壊が必要でしょう。ビルダーもそう考えているはずです。あ、俺を出しにしてる。牛沢が。だが踏ん切りがつかないのなら、私が少しだけ力をお貸ししましょう。わ、破壊神に戻ってしまう。大丈夫かシド、一体どうしたんだ。なんでもないの。カメラを動かせたわ。奴らが言ってやがったムーンベタとかいうのはどこにある。ムーンベタはここから北東に行った先だが、こっちから出向いて潰してやる。牛沢、ここで待ってる。ええ、一緒に行こうよ。行くなら一緒に行こうよ。シドの兄貴、我々もお供します。ああ、めんどくさいことになってきた。ま、待てお前たち。シドめ、またしても勝手な行動。前めんどくさいことされちゃったよ。変に子分ができちゃったから。いかがした、何の騒ぎだ。おお、外出てきちゃって大丈夫。王様、実はシドと数人の兵士が。うわ、返事がない、ただの屍のようだ。かわいそうに。王様、なんとかしてくれよ。ムムシドウめ、あのハーゴン三兵団が相手に綿も勝手な行動を取りよって。だが助けに向かえば、そなたたちにも危険が及ぶかもしれん。ここで兵たちを失うわけには。俺が行くよ。大丈夫だって。なんと牛沢、そなた一人でも助けに行くと申すか。薬草いっぱい持ってっから。俺、牛沢、私も同行しよう。ディックも一緒に来てくれ。え、アネッサも来てくれんの。わかった。ジロームは。ジローム、他人の面してるけど。わしは関係ありませんよみたいな面してますけど、来ないのお前。では牛沢、アネッサ、リックと共に指導たちを連れ戻してきてくれ。お前、戦争生きがいなんだろ。ジローム、このムーンブルクはハーゴン軍の破壊の欲求を満たす場所。やつら遊んでおるのよ。ジローム、お前、戦争生きがいなんだろ。しょうがねえな。まあ、薬草いっぱい持ってるからね、戦って負けることはないでしょう。でもなんかこの人ほっとくのもな、忍びないよね。弔ってやろうよ。運んでけよジローム。何やってんだあいつジローム。で、北東っつってたね。こっから北東、こっちの方か。あ、北東こっちだわ。西と東がごっちゃになってた。小学生かよ。こっちね、結構遠いな。まあ行ってみよう。このカラスの群れ、昼でもいるんじゃ。なんだ、てっきり夜だからたくさんいて危険なのかと思ってたわ。ちょっとあんままともに戦わない方がいいね。どうせ拠点にこもってるだけでレベル上がるんだからさ。無限に経験値入ってくるからさ、勝手に敵が死んでって。こんなとこで無駄な戦闘しなくてもいいでしょ。よいしょ。この橋の先か、目的地。
導きの玉だ。あ、なんか集落っぽいのがあるね。とりあえず触っとこう。突っ込むか。魔物の群れ。ステーキ食っちゃおう。攻撃力が上がった。あとはもうご利用しよう。薬草あるし、敷地内に薬草植えてるからさ、薬草っていうか薬の葉っぱ、薬草が簡単に取れるんだよね。なんか今回よし、ちょろかったな。あ、いつの間にしろイエーイしてる場合かって突っ込みたくなっちゃうわ。やってる場合かって、ハイタッチって。あ、さっきの兵士みんなやられちゃったの。うわー、かわいそう。これは責任問題ですね。さすがに牛田どうしてきたんだ、待ってろって言っただろ。まあでもこの兵士たちも勝手についてきたからな。これはみんな死んで、いやもう勝手についてきたって言っても指導の行動が招いたことには変わりないからね。そいつらは、うぐ、あ、またあの声聞こえてくるな。あ、違った。その者たちは自らが望んで戦い死んだ兵士だ。戦いの中で散れて本望だろう。おいおい、ぐれちまったよ指導が。そしてその死は自らの無力さが生んだもの。呪うなら自らの弱さを呪うことだ。なんかキャラと違う喋り方してる気がする。破壊神になってきてるな。シロ貴様、本気で言ってるのか。アネッサ、それどころじゃなさそうだ。向こうから敵が、え、続くの戦闘。ステーキもうないんですけどステーキあんなとこで使うべきじゃなかったかな。いや、うわ混乱した。結構敵湧いてくんな。あ、使おう必殺。こんなリカントとか鎧の騎士とか今まで出てきたことないじゃん。クソ、なんという敵の多さだ。ああ、イベント入った。いくら倒しても倒してもこれではキリがないぞ。見たことないやつがどんどん湧いてくるもん。なんという兵力だ。このままでは人間、このまま、いつの間にかキラーマシンがいる。なぶり殺しする。全員連れて行け。ん？ほほほほほほ。なんだ？え？大変ですじゃ、キラー兵長。あちら人間の大軍がわしらを攻撃しようとしておるようですぞ。助けに来てくれるのかな？ギギギ、何？この人間たちはもう虫の息。わしがとどめを刺しておきます。どうかあちらへ。あ、こいつ味方だな。さては敵を遠ざけて、今の嘘でしょ。人間たちが来るってビビビ了解した。者ども行くぞ。なんで助けてくれるんだろう。敵を遠ざけてくれた。ほうほうほう、命拾いしたの。これでひとまず安全じゃ。ではいずれまた会おう。おおお、何者だよ、何者だよあいつ。いやー、これは不祥事、これは不祥事だな。文句なしの牛さ、お前シードどうしてくれるんだ。確かに彼らが死んだのはそれぞれの無力さのせいかもしれない。だが貴様が、そう、先走らなければこんなことにならなかったからね。しっかり準備していけば誰のせいかなんてどうだっていい。みんな死んで、そうだ、死っていうのは重いもんだぞ。一緒に飯食った仲間だもんね、同じ城で。うおー、この地に救いの神はいない。この兵士たちはもう生き返ることはない。死んだら終わりなんだ。死んだら全ては無なんだ。僕は死にたくない。いや、それが普通だわ。リックはだいぶまともだな。これでリックスパイだったら悲しいな。ううん、誰の声だ。ん、なんだ今の声は。どうやらこの教会からのようだな。俺はここで待ってよ。貴様たちだけで調べてくるがいい。うわー、ちょっと重たい展開になってきちゃった。缶オケ、この中か、声がしたの。
ちょっとこの像は持ち帰ろとりあえず持ち帰れるもんは持ち帰ろ。いやー、いいステンドグラス使ってますね。使わせていただいちゃおうかな、ありがたく。キャー、おおわずかな隙間から出てきたな。そんなに蓋開けてないのに。おお、君は見と、よかった、無事だったか。知り合い、あら、あなたはアネッサ様ではありませんか。お、驚きましたわ。あちらの方に隠れているように言われてここにいたのです。え、シドウに。おかげで何とか助かりました。なんだ、いいとこもあんじゃん。シドウに完全にグレちゃったかと思ったけど。一緒にいらしていた兵士の皆様は無事でしょうか。激しい戦いの音が聞こえてきましたが。死んだんですよ。おお、なんということでしょう。こんなにも多くの兵士の方々が。私はなんと情けないのでしょう。せめてこの方たちをしっかり弔ってやりましょう。うぐぐ、俺は、うわぁ。自分を見失いかけている感じなのかな。どうする、お話ししたいことはたくさんありますが、私はまず亡くなった兵士の方々を弔って差し上げたいのです。立派。お、なんということでしょう。あなた様はあのビルダーなんですね。この人は信者じゃないのかな。この地は神なき地、死者が蘇ることはありません。神がいても蘇らないけどね、普通。あの方たちのお墓を作ってもらえませんか。あそこにいくつかお墓があります。同じ場所に新しくお墓を作り、皆さんを弔ってほしいのです。じゃあ3人分かな。そちらにある作業台で棺桶を3つ作って目印の場所に置いてください。お、いやー、悲しいものを思いついちゃったな。棺桶、眠れる家具眠れる家具じゃねえよふざけてんのかそちらの作業台って何、どこのこと。あれ、作業台なんてあったっけ。あれか、これで棺桶を石だけで作れんだね。3つ、悲しいな。うわ、ちょうどいい場所が3つ。まるでちょうど3人死ぬのが分かってたかのような。こうか、よし。棺桶をお墓を建てる場所に置いてくれたんですね。それとも一瞬でこの人が3人分の穴掘ったのかな。では次に亡くなった方々の亡骸を担いで棺桶に弔ってあげてください。そうだね、大事なことだね、仲間だもんね。弔う、うわー、悲しい。あー、指導のこと兄貴って言ってたやつだな、こいつ。かわいそうに兄貴を信頼してきたのにな。皆様の亡骸を棺桶の中に入れてくださったんですね、ありがとうございます。こんなこと、僕は、落ち着け、リック。戦場ではまともに弔ってもらえるだけで幸福なことなのだ。いやー、まあそうかもしれない。う、クソ、いやー、やっぱ戦争ってクソだわ。では吉田様、次は近くの雪や土や雪を使って棺桶を埋めてくださいませ。雪でいいかな、このままかぶせちゃえばいいんでしょ。ちょっとアネッサ出てくんない。あ、出てくれた、よかった。棺桶を地面の下に埋めてくださったんですね、感謝いたします。ははは、牛座ビルダーというのは墓を作るのも得意なんだね。みんなやりたがらない仕事をやったんだから感謝してほしいもんだけどね。では最後に作業台で石の墓を3つ作り、目印の場所に置いてください。なんかこの墓の配置もちょうど3人死ぬのが分かってたかのような飽き方してんな。石の墓、墓のレシピも覚えてしまった。いやー、くしくもぴったりですね。くしくも収まり良くなっちゃいましたね。やりました。
お、これでお墓は完成しました。ありがとうございます、牛沢様。さあ、安らかな眠りのために私と共に祈りましょう。安らかに眠ってくれよ。あ、みんな祈ってる。お前も祈るよ、シドウ。そっちの二人は祈ってたけど、これで亡くなられた兵士の方々も安心して眠りにつくことができましょう。先ほどの敵はハーゴン三兵団の一部に違いない。城を攻める前にムーンペターを落としたんだ。ハーゴン三兵団、やはり一筋縄ではいかないだろうな。ガラクタ作りは終わったのか。では早く城に戻るぞ。うわ、思いやりがどんどんなくなっていく。ガラクタだと、なんか出会った頃の指導みたいだね。あの女どうする？口封じするかみたいなこと言ってたもんね、最初ルルに。そろそろ葬ってやろうぜみたいな。ガラクタだと、その時の指導に戻ったみたいだわ。墓など生きてる者にとっては何の利用価値もないガラクタだ。この地に神がいないならなおさるだろう。指導貴様、いや、これ怒られて当然でしょ。指導様どうされたんです？私に逃げろとおっしゃったお優しいあなたはどこへ。だ、なんか、なんだろうな、今まで見てきた指導と破壊神の指導のね、なんか狭間でこんな感じになってんだろうね。うぐぐ、俺はすまない、なんでもないんだ。いや、これは辛いな。きっと悪気ないからな、これは。指導もうさ、ここはひとまず城に戻るとしよう。王様にご報告しなくては。うさ様、私も共に参ります。どうかムーンブルク城にお連れください。じゃあ帰るか。うわ、なんかいろいろヘビーなことが起きたな。ムーンペタって この教会以外なんもないの？まあ一応なんか建物の残骸みたいなのはあるけど、まあなんか滅ぼされちゃったんだね。小さな村だったのかな。うん、じゃあ帰ろうか。さて、とりあえずミトさんを迎えてやろうか。ウサ様、私を城までお連れくださりありがとうございます。ちょっと足場悪いけど我慢してね。足場ボッコボコだけど今。改めまして、私はムーンペタの修道女ミトと申します。アネッサ様やリック様とは窮地の中ですわ。それにしてもここは温かい力にあふれていますね。いや、ものづくりの結果よ。これがものづくりの力なのでしょうか。突然ビルダーだとおっしゃった時は頭がクラクラして耳を疑いましたが、あなた様は本当にビルダーなんですね。実は私は祖父の教えでずっと昔からハーゴン教団を信じてはいなかったんです。これで大手を振ってビルダーになることができます。これから皆様の役に立たせてください。いや、もうみんながこんだけ優しければいいんだけどな。みんなこうだったらいいんだけどな。本当に成人じゃん。まあ仲間3人減っちゃったけど、新しい仲間も1人増えてよかったね。じゃああとは王様への報告だけど、一旦ここで終わりにしようかな。なんかこの後もどんどん重たい展開が次々待ってそうで怖いんだよね。一旦ここで区切りにさせてください。じゃあまた次回よろしくお願いします。よいしょ、ありがとうございました。